これ神経質になりますね、はい、これが分正常になりますね、はい、逆に優しすぎてこれで本当に大丈夫なのかなと心配になった人もいるんじゃないですかね、うんうん、なるほど。武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾教務英語科課長の森田です。森田先生、はい、今回新刊なんですが、教輪、はい、こちらの英語やっていきたいと思います。でまず時間が60分で、まあ、大問が4つなんですが、まあ、最後が英語の長文2個あるんで、そうですね、実質大問5個分っていう感じです、ね、だと思いますね、はい、まず最初が、文法問題、はい、ですね。で、まあ、教輪大学2020年この医学部はだいぶ変わりましたので出題形式ですね、はい、まあ、この文法5本問題は前も出てたんですけども、はい、出題される問題数が減りました。15題ですね、はい、出ていたのが10題に削減されました。どうぞ。選択肢見る限りだと結構、まあ、優しめというか、はい、優しめと難しい問題がごちゃ混ぜっていう感じだと思いますね、はい、おそらく2問すごく難しい問題が入っていて、あとはすごく基礎的なものだったと思います、はい、じゃあその2問は解けなきゃいけないですか。解けないんじゃないですかね。なるほど、まあ、勉強してて知ってるとかだったらいいんですけど、はい、じゃあ基本的には8問を確実に取り切ればいいっていう、でまあ確実に取れるものをパッパッパッと解いていくって感じだと思いますね。はい、では続いて大問2、正常ですね、はい、はい、そう、まあ、これも確実に取りたいかなってやつですね、はい、まあ、ちょっと頭を使わなきゃいけないのもあるんですけども、はい、そこまですごく難しいっていうのはないですね。じゃあ基本的な文法をしっかり押さえてる人だったら問題なくいけると。そうですね、はい、標準的だと思いますね。では続いてがちょっと傾向が変わったものですかね。そうです、神経式になりますね、はい、これが分正常になりますね、はい、自然な形になるようにということで、はい、これはなんか文法とかなんですかね、話の流れを追えって感じなんですかね。代名詞指示詞もちゃんとついてくれているの で、はいはい、であとはまあ接続副詞とか、はい、バットが多かったですけど、はい、今回ですね、そのつなぎの言葉もつけてくれているので、はい、あ、まあ優しいのかなと思いきやですね、はい、結構難しいです。これどう難しかったんですか。あ、これでもうつないでいこうかなと思ったら、はい、そうはいかんみたいな感じになってます。つながんないのここみたいなですね。おお、なるほど。なんでちょっと深く読まないと解けない問題が出てますね、うんうんうん、指示語とかだけじゃなくて実際こう並べたものを意味を通して通るかどうか。そうですね、そこまでやらないと解けない問題も入ってますね、うん、普通にその指示語で追ってったら、はい、間違うみたいなですねになってたんで、あ、これ多分時間かかった受験生が結構多いだろうなと思いましたね。でそうするとこれは最悪後回しにして先に長文解いた方が良かったっていう感じですか。そうだと思います、はい、でこの DEF が今度は会話の流れで、まあ、A さん喋って B さん喋ってみたいなのその会話のやり取りですね、それを並べ替えろっていうですね、はい、珍しい問題ですね。なるほど。あまり会話のセリフを並べ替えるっていうのもですね、はい、多くないので、いやこれも結構難しいですね、はい、過去に多分解いたことないものだと思うので、うん、結構時間食っちゃったんじゃないかなと思いますね。なるほど。この過去問をしっかりやってどうっていう手順で解いていくのかとかっていうのを確認しておいた方がいいって感じですね。そうですね、はい、来年出るか分かんないですけど。そうですよねこれでは、最後大問4で長文が2つ出てますが、はい、それぞれどうでしょうか。こちら、まあ、優しめだと思いますね、うんうんうん、まあ、本文中にちょっと難しい表現は出てるんですけども、はい、それでも内容一致的にはマーチよりも優しいんじゃないかなっていうレベルですね、うん、じゃなんかその単語分かんなかったからといって別に解けないわけでもないって感じ。そうだと思います、はい、逆に優しすぎてこれで本当に大丈夫なのかなと心配になった人もいるんじゃないですかね。なるほど。じゃあここは大問4を確実に解き切って余った時間を3に使うのが正解だったって感じですか、ね、そうだと思います、はい、確実に取れる問題ですね。どれも文の特徴としてはどんな感じですか。説問だと、まあ、あの医学系のが出ることもあるんですけども、はい、2020年はそこまで医学の知識とか別に全然なくて大丈夫でした、ね、なるほど。説問が優しめです。本当に引っ掛けの選択肢が優しいので、うんうんうん、もうこれしかないでしょみたいになるものがほとんどですね。高得点勝負になる感じですかね。落とせない問題ばっかりですね。なるほど。イメージこの英文2つでどれぐらいの時間使っていいようなイメージですね。質問がこんなに優しいので、はい、どのぐらいのペースで、まあ、2つで3、40分というところですね。そうですね、まあ、普通に計算すれば40分ぐらいだと思うんですけど、はい、そうですね、大問3で多分相当時間を使ったと思うので、はい、まあ、今回はそこまで取れなかったって人も多かったんじゃないかと思うんですが、そんだけ取らなくても取れる問題ではあります。まあでもこれは正直形式が大きく変わったっていうところから考えたら戦略が問われたんですかね。なんか面食らわずにちゃんと全体内容を見てその解けそうなやつが解いていくとやっぱりその大問4がかなり稼げそうだっていう判断ができたかどうかっていう、分正常になった分読まなきゃいけない量がだいぶ増えたっていう印象ですね。はい、
この傾向は続くのか、そうですね、続かないのかもわからないんで、正誤問題会話問題戻ってくるのか、はい、戻ってこないのかわからない、まあ、試行錯誤がしばらく続くかもしれないんで、まあ、1年分だけじゃなくて普通年分はやっておいた方がいいよ、そうですね、はい、そしてそれぞれの問題ごとに次回もひょっとしたら第3 の, そのまた違う傾向かもしれないんで、はい、一旦全体内容を見て解けそうなところから解いていくっていうことをやった方がいいかな、そうだと思いますね、ありがとうございます、今回は以上です。はい、今回の動画を見て武田塾維新会に興味を持たれた方はですね、下の概要欄から、武田塾維新会のことを検索してみてください。ご相談お待ちしております。